黄色だったり、青っぽい色だったり、いろいろサンゴの種類が見れますね。さあ、今見えてきたのが、イソギンチャクの中に住む花びらクマノミというクマノミですね。このピンク色のクマノミですね。真下に見えてますね。ああ、銀ちゃんの中にいるやつ。そうですね。見えた見えた。そうめんみたいなのが見えているところに花びらくまのみてきた。ほら、そこそこ。ね、あそこ。あの中に、ほら。ぽよぽよしてるのかな。皆さんが想像するくまのみとはちょっと違うと思いますね。花びらくまのみっていう。ちょっと変わった可愛いクマノミですね。綺麗なクマノミですね、色がね。今ナマコですよ。このちょっと白っぽくなったら絶対黒ナマコだって。ナマコですね。でこの青いのはソラスズメダイですね。あ、黄色すごいでかいね。もう一種類のクマノミが出てきますよ。ほら下の後ろの方が見えてますね。後ろの方。一番下の方にクマノミがいますよ。イソギンチャク探してくださいね。このサンゴ、紫色のサンゴの前の方ですね。見えますか？ちょっと赤っぽいクマノミですよ。あー、これわかりましたね。やっとわかりましたね。あー、あの中。あの、ほらほら。ほらほら。あの、大きいのがメスですよ。これもね、本当わかった。かわいいね、クマノミ。大きいのがメスで、ちっちゃいのがオスです。で、メスが死ぬと、オスが性転換をする、あの、ちょっと変わった種の魚ですね。海の生物でね、あの、性転換するのは結構よくある話ですね。ここ。かわいい、これ。ね、これもかわいいですよね。これがクマノミ。皆さんが想像するクマノミの形ですよね。で、ニモって呼ばれている隠れクマノミは、もうちょっとオレンジ。で体もうちょっとちっちゃい、ちっちゃいですね。ちょっと小さいですね。こんな大きくないね。あ、綺麗ですね。魚体が出て綺麗に十分。なんかサンゴもすごいいろんな色ありますね。ね、綺麗ですね。はい、太陽が出て浅いところで見るといろんな色が当たってますよね。これサンゴって動物ですか、植物？動物と植、動物の面と植物の面と両方持ってます。なぜかというと体の中に植物性のプランクトンも飼っているので光合成も行います。ただしプランクトンも取って食べます。卵を産むとか。そうです。あの毎年6月になるとあのサンゴの産卵ですね。卵を産んで自分の分身を作りますね。なんと綺麗な種類。この辺ね、一旦ガレ場になりかけたところに新しく、これが遺体サンゴですよ。こういうさ、こういうのがあったら気をつけてくださいね。ガレ場になったところにですね、新しくこう今新芽が生えているような感じの場所になりますね。なのでみんな一個一個が小さいですよね。黄色いのは山吹ベラですね。綺麗な色がね。綺麗ですよね。これは海シダっていう動物ですね。これサンゴではなくて。ああ、シダみたいね。本当に。黄色がいた。さあ、ここからですね、一気に深くなりますよ。15メーターぐらいまでポンと落ちます。太陽の力を借りて船底まで、海底までよく見えますね。さあ、ここで15メーター以上になりましたね。さあ、ザオミがダイビングがね、あの有名になった理由はこの透明度の高さですね。